レッド、ローソン・パターソン・ラメージは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。名誉勲章受賞者。第二次世界大戦中に活躍した、アメリカ潜水艦の艦長の一人であり、右目の視力が弱いというハンディを乗り越えてて0ン、船団や21船団などの撃滅の先行を挙げ、名誉勲章や海軍十字章を授けられた。レッドこと、 ローソン・パターソン・ラメージは1909年1月19日、マサチューセッツ州モンローブリッジに生まれる。ニックネームのレッドは、ラメージの髪の色が赤みがかかったものだったことによる。海軍兵学校に進み、1931年に卒業。卒業年時からアナポリス1931年組と呼称された、この世代からは、 空母任務部隊を率いたジョン・エス・マケインシニア大将の息子でガンネル艦長などを経て海軍大将に昇進したジョン・エス・マケイン・ジュニア、フライヤー艦長を務めたジョン・ディ・クローリー、トライトン艦長を務めたチャールズ・シー・カーク・パトリックなどがいる。しかし、ラメージはこのアナポリス時代に喧嘩が原因で右目の視力が低下してしまうハンディを背負った。卒業後、ラメージは 少位に任官して様々な水上艦勤務を経験する。駆逐艦、リカーソン及びローレンスの機関長、従順洋艦、ルイビルの通信証拠を歴任。その後、ラメージは潜水艦を志願するが、右目の状態がネックとなり身体検査は不合格となった。諦めきれないラメージであったが、偶然にも視力検査表を間近で見る機会ができた。 ラメージは、検査票を暗記し、右目のための検査カードを、あたかも右目で見るふりをして、実際には両目で見たラメージは、検査に合格。1936年1月に注意に昇進して、潜水艦 S-29 に配属された。以降、ラメージの戦歴の大半は、潜水艦と共にあった。1938年、ラメージは、高等課程受講のために、 アナポリスに戻り、1939年9月から1941年2月までは、駆逐艦、サンズの副長を務めた。ラメージは、ハワイに移り、太平洋艦隊潜水部隊入りして、通信と音響担当将校となった。この間の、1935年11月2日、ラメージは、アメリカ沿岸警備隊長官ジェームズ・パイン中将の、 娘であるバーバラアリスパインと結婚し、二男二女を授かった。1941年12月7日の真珠湾攻撃の日、ラメージは引き続いて、真珠湾の太平洋艦隊潜水部隊に詰めていた。翌1942年、ラメージは、グレナディアの公開士官となり、参戦後最初の戦闘任務に就く。グレナディアでの紹介では、火客船。 太陽丸を撃沈する戦果とソ連戦アンガルストロイを5人撃沈してしまうヘマがあった。グレナディアーは祈祷中にミッドウェー海戦に参加し、祈祷後は目立った勇猛さと恐れを知らぬ行為が評価され、シルバースターが授与された。1942年6月、ラメージはトラウト艦長に就任。トラウトはラメージの指揮のもとで4回の紹介を行い、 特設捕獲猛艇、光栄丸と特設運送船、広下丸を撃沈し、1942年9月28日には、空母、大高を撃破した。11月13日には、第三次ソロモン海戦の戦場に向かう戦艦、霧島に魚雷を命中させたものの、不発に終わった。1943年1月11日と2月7日には、ミリ白地に入り、 1>, 1月11日に海軍庁要戦、極洋丸を、2月7日には海軍庁要戦、日清丸をそれぞれ撃破した。トラウトでの紹介のうち、5回目から7回目の紹介が評価されて1度目の海軍十字章が授与された。さて、艦長ともなれば、戦法橋を除かなければならず、しかもラメージの右目の視力は弱い。ラメージは戦法橋を扱うことについて、 次のように回想している。私は、潜望鏡で観測する際、特に気が散るということはなかった。焦点は常に近接に合わせた。そうすれば、弱い方の目で観測しても、目標を完全に観測することができた。トラウト艦長としての最後の紹介となった8回目の紹介では、嫌い不説任務も言ったが、 搭載していた15本の魚雷のうち14本は命中しなかったか命中しても不発であった。人後、潜水部隊司令官ラルフ・ W ・クリスティ少将はレッドの最後の紹介は多くの攻撃機会とともに多くの障害をも抱えていた。彼に戸がはなく急速と新鋭感受量のためにアメリカに戻ることとなるだろうとラメージをかばった。ラメージは 公認艦長のアルバート・ホップス・クラーク少佐に工事を託してトラウトを退官した。1943年5月、ラメージは当時建造中のバラオ級潜水艦、パーチー艦長として指名される。パーチーは1943年11月にポーツマス海軍造船所で竣工し、北リーでの訓練の地、真珠湾に開港され、ティノサ・バングと ウルフパックを構成して最初の紹介に出撃する。この紹介でのハイライトは5月3日から4日にかけて海南島産の鉄鉱石を積んだ輸送船で構成されたテレイ4船団の撃滅であり、ラメージのパーチーは2隻の輸送船、太陽丸と翔達丸を撃沈し、ウルフパック全体でもこの紹介で7隻35,300トンの敵船を 激沈したと判定された。ラメージはてる A4 戦団撃滅その他の選考で2度目の海軍十字章に代わる金星章が授けられた。6月からの2回目の紹介でもハンマーヘッドとスティールヘッドと共にウルフバックを構成してルソン海峡に張り付き7月30日から31日にかけて未11戦団を攻撃してラメージの評判を決定づけた。 未十一戦団への攻撃は、途方もない潜水艦の波状攻撃とも称された。ラメージは、環境に陣取り、大胆にも浮上した、まま未十一戦団の戦列の間に割って入り、19本の魚雷を発射。日本船はこれに対して、微砲で反撃し、体当たりをも試みた。炎上する、日本船の合間を縫って冷静にシーマンシップを発揮し、魚雷と砲撃で礼を返す。 未11戦団への攻撃についてラメージは、このように話したが、このような至近距離で来撃を繰り返すこと自体が、前例がないものであった。ラメージのパーチーは一連の攻撃で、タンカー、高栄丸、特設運送船、一万光丸を単独で撃沈し、他に、スティールヘッドと共同で輸送船、吉野丸を撃沈。ラメージはこの先行により、生存した。 潜水艦艦長としては初めて名誉勲章を授けられた。この後、9月から12月にかけて3回目の紹介を行ったが戦果はなく、紹介終了後に艦長職をウッドロー・ W ・マクローリー少佐と交代してパーティーを去った。第2次世界大戦終結後、ラメージは第2潜水軍と第6潜水部隊の指令を務める。 1953年から1954年の間は攻撃貨物輸送艦、ランキン艦長を務めた。少々に昇進後の1956年7月、ラメージは海軍作戦部のスタッフとなった後、第二巡洋艦部隊司令官の職に転じた。1963年には大西洋艦隊潜水部隊副司令官となるが、 100人ごまもない1963年4月10日、原子力潜水艦、スレッシャーが事故により沈没し、ラメージは、事故処理の指揮を取った。この1963年に中将に昇進した、ラメージは、海軍作戦部で、艦隊運用と準備担当の副部長となる。ベトナム戦争介入を挟む1964年から1966年の間は、 第一艦隊司令長官、1967年に海上輸送司令部司令官の職をそれぞれ歴任した、後、1969年に中将の階級で退役した。このうち、第一艦隊司令長官としての職務に対して、海軍主勲章が授与された。ラメージは引退生活の末、1990年4月15日に、 メリーランド州ベセスラの自宅でガンのため81歳で亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬されている。1995年に就役したアーレイバーク級、ミサイル駆逐艦の11番艦、ラメージは、ラメージを記念して命名された。また、バージニア州ノーフォークの潜水艦研修施設は、ラメージホールと名付けられ、コネチカット州クロトーンの ニューロンドン潜水艦基地に2010年8月20日に落成した新司令部胸にもラメージの名が完成られている。1944年7月30日から31日にかけての未11戦団への攻撃で、ラメージのパーチーは2隻を確実に撃沈して3隻に損傷を与えたと判定された。この選考により、 ダメージは1945年1月10日付でフランクリン・ルーズベルト大統領から名誉勲章を授与された。名誉勲章勘定アメリカ合衆国大統領は議会の名において1944年7月31日夜明け前の南シナ海における日本戦団に対する攻撃で目立つ戦いぶりと恐れを知らぬ行為を示して義務を抹うした。 レッドローソン P ラメージ中佐に名誉勲章を授与する。ラメージ中佐は大胆不敵にも、敵の輸送船団の護衛陣を突破して、貨物船の船尾に命中弾を与え、艦首と艦尾から魚雷を発射して、戦闘のタンカーを撃沈し、2番目の目標に損傷を与えた。頭上を飛び交う砲弾と反撃の発砲による、閃光によって目標が照らし出され、 彼は前方を襲撃して2隻の輸送船を撃沈した。損傷したり沈むタンカーからの火災で海面が無秩序と混乱の真っ只中にある時、彼は環境に残って冷静に敵と戦うよう部下に命じた。やがて体当たりを機として輸送船が高速で突進してきたが、ダメージが冷静に対処したおかげで50フィート未満の差で体当たりから逃れた。パーチーは、 大胆にも全速力を発揮して護衛艦との致命的な砲戦を演じ、パーチーはこれらに屈することなく打ち勝って無傷で戦場から去ることができた。46分間の戦いの末、クライマックスとして停止した目標の喉仏に3つの止めを与えた。プレゼンテーションに続き、ラメージは未11戦団との戦いに参加したパーチー乗組員のための証明書を作成した。 なお、パーチーそのものに対しても、主君部大将が授けられている。私は名誉勲章を、ガンと勇敢な乗組員に、国会のオマージュとして合衆国大統領から授与されたという事実を強調したい。彼ら乗組員は、忠実なる協力と援助によって、パーチーの選考に貢献した。前、乗組員は等しく、名誉勲章と同等の栄誉を共有していることを、感じる。 私は彼らに大きな敬意と誇りを持っている。警具、LP ラメージ、ジェニック。ありがとうございます。